技術者で、実業家。高知県出身。近畿日本鉄道元専務取締役である。高知県秋群秋町西浜に生まれる。旧正秋中学校時代には、平均点で95点とも98点とも、言われるほどの優秀な成績を残したという。旧正松山高校を経て1926年に、東京帝国大学工学部卒業し、 鈴木商店に入社。間もなく、イギリスに渡り、ウェスティングハウスの子会社である、メトロポリタンビッカース電気会社に行員として、勤務、技術を習得した。1929年、同郷の先輩で、近鉄の前身、三宮急行電鉄の幹部であった、井内彦志郎に招聘され、中途入社として三級に入社する。 英国からの帰国時には米国でゼネラルエレクトリック社と WH 社にも立ち寄り技術を学んでいる。サンキューと親会社である大阪電機軌道は1930年に大阪伊勢間に電車による直通運転を開始したが影山はその直通運転に使用する2200系電車の設計にも関わった。影山は3級開業時には 伊勢川の車両基地である、明城建区の区長に26歳で就任。運行開始当初、制御装置や抵抗機の故障が多発していた 2200K の整備修理に自ら関わり、電気機器を製造した三菱電機の技術者と共に改良を重ね、故障を大きく減らしていった。三級が、関西急行鉄道、さらに、近鉄と変わる中で、戦後も、 同社の技術者として、車両設計に携わり、近鉄の車両部に移動した後にも、車両部の直属の部下で、影山の後継者的人材でもあった、藤縄育造、赤尾河野、近藤常雄らと共に、日本で、初めての高加減速車両、ラビットカーや世界で、初めてのダブルデッカー車両、ビスタカーの開発に関わるなど、近鉄、また、 日本の鉄道技術史にも大きな功績を残した。特に赤尾は MM ユニット方式の研究や開発に影山らと共に携わり、後に影山と同様に同社の取締役級にまで昇格している。1953年に常務取締役に就任、1960年には専務取締役に昇格したが、1964年、 60歳で在職のまま死去した。三菱電機は WH からの技術提供を受けて電気機器を製造していたという関係もある。JTB パブリッシング JTB キャンブックス近鉄電車3高校3チョ P195 近鉄6 8 0 0系の記事。ありがとうございます。